はいどうも、ソイジマックスでございます。このフロアマットですね、こちらの、メーカーさんがホットフィールドさんというメーカーさんでした、そのメーカーさんからまたね新しい便利グッズができましたということで、あのサンプル送ってもらいましたんで、ラゲッジネットこういうやつ、割とこのフックはしっかり作ってあるなと思います。しっかりこうくっついてる、こういうとこですね、クラブちゃんを固定するためのこうハードポイントがありますのでね、こういうとこに、まあ、引っ掛けることができますね。こうつけて、まあまあまあ、まあ、こういう風になりますよと、まあ、荷物が動かないようにねしてくれる。これでもバイクの他のやつでも使えそうだな。ルーフネットこの辺につけばいいなぐらいな感じでやりましょうか。ここ通せばいいね。ここ通します。 IZ はねこうルーフにこういうレールがありますから、天井もねデッドスペースとせずに収納に使えるんでね。よいしょ、調整しながらやってあげて、これでここになんかいろいろ入れてくださいよということでしょう。まあ、カブちゃん積む時も邪魔になりませんしね、天井というこうちょっと軽い収納ができる感じ。よいしょ、ここに、まあ、なんか細かいちょっと細かいも入れようか、こんな感じ。かわいらしい、まあ、そういうことですよね、こういう収納ですよね。もしこれだからちょっと今いらないってなったらこう外せばいいもんね、外しとけばいい、これで外して直せばいいということですよな。そしてセンターネット、こういう隙間ネット、例えばこうしたらいいのかな、うん、そうだね。でまあこうやってシートに引っ掛けばいいか、まあ、こんな感じで荷室とキャビン側をちょっと隔ててくれる、まあ、なんか物がボーンとね行ったりすることを防いでくれるようなアイテムだということですね。はい、というわけで今日はホットフィールドさんにいただきましたセンターネット、ルーフネット、そしてラゲッジネットをちょっとねつけてみました。ありがたく使わせていただこうと思います。もしよかったらチャンネル登録してください。コメントも高評価もお待ちしております。ソイジマックスでした。またお会いしましょう。さあこれでまたねカブの旅に出なきゃね、遠征したいな、遠征旅行きたいな。